今日はいちごゼリーを作っていきたいと思います。で用意するのはこちらです。では早速やっていきたいと思います。で今回いちごは 200g 使っていきます。でも洗ってきてありますので、もう早速調理に取り掛かります。で大きめのいちごでしたらこのように4等分でお鍋の方に入れていきます。いちごは煮てしまいますので、まあ、多少あの形の悪いいちごだとか多少天鮮度の落ちたいちごでも美味しく作ることができます。で暖かくなってくるといちごもねちょっとお値段も下がって、ね、なんか食卓に上ってくる頻度が多くなってきますが、そのまま食べるのがね一番いいんですけど、ちょっとそのまま食べるにはちょっと味が酸っぱいなとかそういう時にはこのいちごの寒天おすすめですので、ぜひ作っていただけるといいかなと思います。小ぶりのいちごでしたらカットせずにそのままあの砂糖でまぶしてやっていっていただければいいかなと思います。いちごをカットしましたらグラニュー糖を入れていきます。いちごは200に対してグラニュー糖 100g 入れていきます。いちご全体に砂糖がまぶさるように軽く混ぜておきます。時間があるときは少し10分か15分ぐらい置いておくといちごから水分が出ていいんですけども、そのまま加熱をしていっても大丈夫です。ではこちらにお水を400入れていきます。で加熱をしていきます。いちごをくたくたに煮るのが目的ではなくて、砂糖が溶ければ OK です。でグツグツしてきましたら粉寒天を入れていきます。粉寒天は 4g 入れていきます。約1分かき混ぜ続けます。で吹きこぼれそうになったら火を弱めたりしてちょっと火を調節しながら1分間かき混ぜていきます。はい、1分経ちましたのでこちらで OK です。でタッパーに入れて冷蔵庫で冷やし固めていきます。でタッパーの耐熱温度は140だったのでもうこのまま入れていきます。寒天なので常温でも固まりますが、まあ、より冷やした方が美味しく食べられるので、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やして固めていきます。では固まりましたので早速食べていきたいと思います。いちごに対して砂糖が1/2入っているのでかなり甘めに仕上がっております。いちごの果肉がゴロゴロと入っておりますので、いちご好きな方にはたまらないいちごゼリーになっております。子供もねとても美味しく食べてくれますので、いちご大量消費したいわとかあんまり美味しくないいちごが手に入ったっていう時にはぜひお試しいただけたらいいかなと思います。はい、ということで今日はいちごゼリー、いちご寒天の作り方をご紹介しました。今後も野菜果物の豆知識や野菜果物を使ったレシピご紹介していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。